えー、ラジオレモネード。本日も LA からヒデがお送りします。えー、と、本日いただいたお題は悩み。悩み。そうですね、悩み。えー、悩みはたくさんございますね。えー、例えば、そ酒は悩みですね。酒、酒自体というよりも、その酒を飲んだ次の日がかなり悩みですね。 まああの昔よりもやっぱりあの年々年を取っていくもので内臓的にもあのいろいろあるんでしょうがそれよりもなんかこの覚えていないとかそういうあの自分があの何をしたんだというのがわからないことが多々ございましてねなんかそれであの,あの,のじゃったら飲まなきゃいいじゃんということが多くて、うん、そういうのは悩みといえば悩みですね。 それと何でしょうあ最近はあれですわ。あのー、朝ね、朝眠れないというか夜眠れないというか、あのー、夜やっぱ全然寝れないというのが悩みですね。あの、もともとあの寝るのは僕あんま好きじゃなくて、あの、もともとあのー、昔子供の頃ドラえもんを読んだ時にですね、あのー、の伸びたが、伸びたが言うにはあのー、 人間寝なければ人生を倍切られるんだってこ言葉に痛く感銘を受けまして、あの、よく学生時代は全然寝なかったんですけど、その癖もついてましてね、あの、睡眠時間3時間でも全然 OK っていうか、そのぐらいだと一番元気っていうのがだいい二29ぐらいまででしたね。今は、あの、口ではそう言ってますが、全然体が言うことを聞かなくなっている。これも悩みですね。えー えー、多分あの年、ね、を重ねるごとにそういったあの物理的な悩みはただ増えていくんでしょうが <laughs>、えー、私本来の職業である例えばあの作曲であるとかそういうことに悩みを持ちたいものでございますが、えー、と何せあの私音楽自体あの趣味と実益を兼ねておりますんであまりこの頭を抱えて悩むということもそなに備えございませんでしてでね。 えー、木村さん、いかがなもんでしょうかね、あのー、海の苦しみであるとか、あのー、詩人としての、あのー、あの、苦悩であるとかね、人生のなんかこのあ、あの、ついての苦悩なんていうものを抱えて、えー、生きてるその姿に、私は常々、あのー、深い、なんでしょう、あの、憧れと、戦望の眼差しを送っているのに気がついておられるんでしょうか、木村君。ということで。